愛情の塊ですかね。ガンダムやね。ガンダムやな。何かお願いをしても無理とは言われない。そのノーって絶対に、うん、あのおっしゃらなくって、もうそのカズキさんなんかキャラクターみたいな感じがしました。なんかこの人やったら何でも許してくれないよなみたいな。でなんか初めて会った気がしないみたいな。なんか安心するオーラは出てます。でもいいでしょ。エネルギッシュ。イベントごとに撮ってもらってるので、もうなんか子供たちにとっては親戚のおじちゃんぐらいの、うん、ね、うん。これめっちゃ臭いけどほんまに太陽みたいな。すごいもう眩しい生き方してるよね。私たちのことを考えてくれる方、心を開きやすいような方だったっていうのを